13日、日本時間14日、ナリーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース、メッツ、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手は、1番、指名打者、で先発出場。初回の第1打席は、メッツ先発、千賀から2ゴロだった。1ボールから外寄りの直球をスイングしたが、ボテボテの当たりに終わった。 大谷はエンゼルス時代の2023年8月25日、敵地ニューヨークで開催されたメッツ戦でセンガと大リーグ初対戦。当時は右肘靱帯、靱帯、損傷が判明したばかりだったが、2番、指名打者、で3打席1打数1安打2支球。3回虫1塁から打球速度115、4マイル、約185、7キロ。 の通列ライナーで右に塁打を見舞うなど、干渉、していた。日本では2013から17年に通算打率2割2分7輪、22打数5安打、日本塁打、4打点、13三振だった。大谷にとっては地区シリーズでパドレスダルビッシュ U と対戦したのに続く日本人対決。ダルビッシュには共にドジャースタジアムで開催された第2、 第5戦で計6打数無安打3三振と完璧に封じられていた。今季メッツ戦は5試合出場、打率3割一部6輪、19打数6安打、2本類打、6打点だった。写真は AP。